吉田さん、羨ましいですね塾生さんに招待を受けるなんてまあでも事の大小はありますけども何かねそういう風な師弟の関係であり弟子と師匠の関係であり弟子が師匠を迎えてくれるっていうのは本当に至福の喜びですよね47都道府県オフ会即可塾で私はもう本当に心から感じましたそれをうんである時なんていうのはねちょっとずうずしいんで無言である件を横切ろうとしたんですよ そしたら私のフェイスブックとかライブ動画を見て素通りするつもりじゃないでしょうねみたいな感じで連絡くれて結局1泊 <laughs> 招待いただいたみたいなエピソードもあったりとかですねホテルにそっか塾オフ会みたいなね垂れ幕をつけてくれたそんな都道府県もありましたで今回のテーマは食わず嫌いという点に対してね実はこういう考え方もあるんじゃないかなっていうふうに思ったことがあるんでお話ししていこうかと思います 食わず嫌いってのははんんでででで起きるんでしょううか。それすすね、防衛本能だと思うんですよえ。例えばね黒と赤でシマシマのムカデこれ美味しそうだなーってなかなか感じないでしょ、うん、やっぱりなるべく食べない方がいいじゃないですかで美味しそうに見えるものってやっぱり美味しいんですよねそういう風な生存するべき本能ってものを私たちは多分脳のどっかに刻まれてるんでしょうね でこれは食べやすいよこれは美味しいよこれはまずそうだよみたいなのがあったりとかしてそうやってなんとなくやってきたんじゃないかなと思うんですよまあ中にはね美味しそうに見えて毒でしたとかね毒々しく見えて実は美味だったみたいなのものあると思います例えばナマコとかフグっていうのは見た目ね美味しそうに見えたり美味しそうじゃなく見えたりするんですけども毒だったり美味しかったりしますよねそういう不思議なものもありますよねうんあとはね雑草に見えて実はそれを炊いて食べるとお米だったみたいな あるかもしれませんし、ねうんまあこういうふうに食わず嫌いっていうのは、うん、確かに一見試してみたらいいのにっていうふうに試した方は言うのかもしれませんけどもでもなんで食わず嫌いってものが起きるかというとそのことわざにあるぐらいねなんで起きるかっていうとやっぱり多くの人は避避けけるるるべきものを体験する前に避けることやっぱそういうことの積み重ねが歴史を作ってきたのかなと思いますしでも。 時にはね、危なそうに見えても挑戦しないといけないものっていうのはあると思うんですよまさにそれがコンフォートゾーンを破るとか自分の殻を破るっていう発想に来てるんじゃないかなと思うばかりでございますそれじゃねちょっと稽古の方に行っていきますんでまた後ほど。